選手、2番スタートは羽賀選手、3番スタート、高梨選手、4番スタート、荒木選手、5番スタート、岡崎選手、6番スタート、明選手の順でスタートとなります。はい、それではスタート合図をお待ちください。いきます。1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート、5番スタート、6番スタート。3D クラス第2ピートの最終ラウンドです。コースマッチありがとうございます。50秒経過ですね。3分間のうちの50秒が経過しました。現在の勝選手のベストラップタイムを見てまいりましょう。石橋選手が、19秒3219ですね。両選手が、19秒683、岡崎選手19秒198、羽賀選手20秒999、荒木選手21秒142、高梨選手22秒63となっております。石橋選手、タイム更新です。17秒88に、岡崎選手の更新18秒371になりました。岡崎選手、タイム更新ですね。20秒185、高梨選手、タイム更新19秒316。今の方、まもなく1分50秒経過、残すのが1分少々。岡崎選手のベストラップタイムは、石橋選手が、17秒88に4周目のタイムですね。岡崎選手18秒371、4周目のタイム、高梨選手18秒559、5周目のタイム、明選手19秒607、5周目のタイム、羽賀選手20秒550、5周目のタイム、荒木選手20秒550、4周目のタイムとなっております。それが、2分10秒が経過。ただいま2分30秒が経過しております。残すは30秒切っております。2分50秒経過で残り10秒ほど。そしてゴールの合図などで走り切ってください。まもなく3分。両選手ゴール、高梨選手ゴール、岡梨選手ゴール。石橋選手ゴール、荒木選手ゴール。羽賀選手ゴール。電車ゴールです。お疲れ様でした。